初めましての方は、初めまして、そうでない方は、こんにちは、こたつです。ファクトリオ100話目、やっていきましょうね。最終話です。はい、100話なんでね、何をしようかと思ったんですけども、やはりね、地球に帰るんですから、これらの工場をね、そのままにして帰るのはね、やっぱ先住民であるバイターさんにね、大変失礼に当たるので、この私がね、血と汗と涙で作り上げたこの工場をですね、破壊して回ろうかなと思う次第でございます。はい。では、まずね、どこから破壊して回ろうかな。やはりね、研究する場所からね、破壊していきましょう。はい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 。壊す壊す。壊す壊す。そして 君たち、ちょっもう修理しなくていいからね。まあいいや。ね、燃やします。いやー。ねえ、ちょっと涙が出そうですけども、後世に残すわけにいかないんでね、これはちょっとさすがにバイターさんに申し訳ないんで。そしてね、めちゃくちゃ修理して回ってるけど、君たち、いいかな、別に。まあ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 、でも、建物自体は壊れると思うんでね、組み立て機とか別に作ってないんで。ただ、修理される前に破壊はしておかないといけないですね。ロボット対私ですね。はい。さあ、さあさあ、燃えろ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 。破壊して回るぞ、私は。ねえ。ドガーン。ねえ、さすがにね、ちょっとレーザータレットをやると、ここ自体が襲われてしまうので、まあ、とりあえず組み立て機だけどね。破壊して回りますよ。修理めっちゃ早いな、お前ら。めっちゃ早いな。ちょっと壊せねえじゃねえかよ。早いな。やばいな。ちょっと早いな、こいつら。ちょっと、後回しにしよう。で、こういうとこね。ドガーン。修理するとこ分散させてね。はい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 。燃えろ燃えろ。絶対こういうね、軽油とか燃やしたら絶対大爆発すると思うんですけどもね、本来なら。まあ、そこまでリアルじゃないですよね、さすがに。いや、修理するね。修理するね、あんたら。その前にロボットステーションを破壊してやる。お前たちの弱点のロボットステーションを破壊してやるぞ。で、これでお前たちも充電できまい。さあ、ロボットステーションを破壊して回ろう。いやー、いいですね、ゲスこたつ。はい。いや、お前たちの住処を破壊してやろう。さあさあさあ、逃げるがいい。さあ、逃げるんだ。さあ、どうだどうだ。破壊される気持ちは。さあさあさあ。いやー、もうちょっとね、やはりね、無に返さないとね。ただね、さすがに全てを無に返すのはちょっとできないんですけどもね、バイターに襲われると私死んじゃうんで、レーザータレット類とか電気類はちょっとね、破壊さしないようにしておきます。ごめんなさいね、さすがに。さあ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 、ロボットステーションを破壊して回るよ、私は。いやー、懐かしいですね、ほんと。もうこういったのを作ってたね、最初に作った場所、そうですね、どこでしたかね。やっぱ鉄鉱石のとこですよね。いやー、さあ、燃えろ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 。弾幕シューティング、弾幕だ弾幕弾幕。やはりね、作ったものは無に返さないと、よく言うあるじゃないですか。全ての平和は全ての、違うわ、完全なる平和は全てを無にすることってよくね、敵役が言うじゃないですか。人類を滅ぼせば平和になるのだみたいなね。まあ、つい最近私アベンジャーズを見たんでね、それの影響ですけども。
いやー、ちょっとね、フールでね、やっと私、アイアンマン3まで見ましてね、ついでにアベンジャーズと、シビルウォーでしたっけとか、その、まあ、続編ものを全部見たんですよ。いや、いいですね、やっぱ、ああいうね、ヒーローものの合作っていいですよね。まあ、同じマーベルさんなんでできることですけども。まあ私はですね、やはり仮面ライダーとウルトラマンとガンダムがね、合作した作品で育ったもんですから、まあ育った言うてもそんなにやってないんですけど、まあね、世代的にそのぐらいなんですよ。でね、やはりね、あれってやっぱどうしてもね、子供向けに作られてるんで、やっぱもうヒーローなんていうの、定番の設定ですけども、アベンジャーズとかシビルウォーはやっぱなんていうんですかね、大人向けっていう感じがしてね、なかなか面白かったです、ね、ぜひともね、その大人向けの合作を日本でも作っていただきたい。仮面ライダーと戦隊もののとウルトラマンとかでね、さすがにその3つできないと思いますけどね、この最近大人の事情というやつがあると思いますけども、いやー、破壊して丸いいですね。いやこれ何時間かかるかな、私破壊して丸の。まあ大体ね、このメインの拠点のところが大体壊れたらいいかなっていう感じですね。その前に私燃料が持つかしら、火炎燃料が。あれですね、ちょっと、あ、そうだ、溜まってるところを壊さないとダメですね。ちょっとここの、これを壊さないとダメですね。完全にもうね、弱点をついていくパターンですよ、私。まあ私が作ったんでね、弱点は分かってますけどね。まあ一番は鉄を先に壊すのがいいんですけどね。ドカン。本当ねえ、こう本来なら過去を振り返りながらねえ、こう映像として作るべきなんでしょうけど、もうさすがにねなあ、ファクトリーはね100まで行っちゃったんでね、もう振り返るのも大変ですよ、本当ねえ。いや、あとどこだ、どこ壊しとけばいいかな。そうだなあ、あとどこ壊せばいいかなあ。やっぱ赤耐久値高いね、なかなか燃えない。いやー、なかなか楽しいですな。なかなか燃えねえなあ。燃えろ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 。とりあえずもう全部にねダメージ与えるぐらいの勢いでいっときましょう。もう全然ロボット来なくなりましたね。ちょっとロボットステーションを破壊してもらおう。他にどこにあったっけ。あ、ここだ。はいはいはい。あ、そっか、そこにも搬送ベルトあったな。ちょっとここも破壊しておこう。さあ、燃えろ燃えろ。そう、バイターにとってはびっくりしてるでしょうね。あいつ何やってんだみたいな。なんか自分で作ったところを壊してるぞみたいな。気が狂いやがったかみたいなね。いやさあさあ、燃えて燃えて燃えて。いやー、ここも作ってましたね。懐かしいな。一生懸命作ってましたね、私。いやー、ちょっと本当しみりするわ。ほんとね、やっぱね、まあ私ゲームとかしてて、やっぱアクションものってエンディングとか迎えると達成感で満たされるんですけども、
こういうなんか自分で作ったものを終わらせるってなかなかしんみりきませんか皆さん。まあ私だけかな。いやーもうね、なんかしかもシーズン2までやってますからね。でもファクトリーほんと楽しいです。まああとね、こうこたつさんのなんか面白く実況されてて、私もファクトリーを買いましたっていう言葉をねちょいちょいいただくようになりましてね、本当なんか嬉しい限りですね。いや紫だらけだな。ちょっと蓄電池は壊さないでおこうかな。なんかめっちゃ置いてってる、めっちゃ、ああそうか、排水管だ、配管だ、配管を壊してやる。あーちょっとこう倒れない、ちょっと破壊しよう。通れるなら破壊して回ろうホトトギスみたいな。違う、ちょっとホトトギス違うな。どこだ、ここだ、お前たちは壊す、とりあえず。さあ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 、燃えろ燃えろ燃えろ、イエーイ、燃えろ燃えろ、レンガも燃えろ。サイロやっぱ HP 高えな。さあ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 、燃えろ燃えろ、ここのロボットステーションも破壊で、ここも破壊、イエーイ、研究所も破壊だぜ、イエーイ、てん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 、バン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 。いやーね、ここも一生懸命私作りましたね。懐かしいなー。あー、なくなった、あ、燃料なくなった、燃料なくなった、燃料、あ、私破壊したかな。やばい、火炎放射の燃料がない。確かこの辺で作ってるはず。あー破壊してる。やばい、燃料ねえや、どうしよう、これで壊せるかな。あ、無理か、あ、いや、できなくはないか、 C 押すとね、なんかできるんでね。あ、でも一個一個地味に壊していく感じだな。まあまあいいでしょう、まあいいでしょう。はいはいはい、壊れる壊れろ。あ、いいねいいね、これはこれでいいかもね、地味に壊していく。さあ確実に壊していけるね、これだと。さあ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 、ちょっと範囲攻撃じゃないんでね、ちょっとあれかもしれないですけど。さあ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 、あとロボットステーションどこにあるかな。いやーちょっと、ロボットステーション全て壊してやろうかな、ほんと。もうロボットステーションあとどこにあったっけな。あとここに確か私が設置したのがね、ちょっとあまりこっちをねお見せするわけにいかないんですよね、後でお見せするんで。私が何をしたかっていうね。よし、あとはどこにあったっけ。あったあったあった。いや、すべてのロボットステーションを私は破壊して回るよ。あとどこだっけ。ちょ、お前たちも、お前たちも。ダメージを与えることはできません、だって。どういうこと。さあ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 、お前たちも、もう、無へと返してやる。ドーン。あ、まあまあ、これはいいや。あとはどこだっけ。まあ、これは全然壊してねえな。さあさあさあ、ちょっとさっきよりね派手さが長くなってしまいましたけども。いや、爆弾、あ、手榴弾私作ってなかった、あ、作ってねえな、手榴弾、あ、あ、そうだ、いいのがあった。どこいたっけ、私どこいたかな、もうなくなっ、無へと返したかな。あったー、と、弾あった、弾もあった。さあ、
さ、たま、やべ、燃料ねえや。ちょっと、あ、やべ、燃料ない。燃料、石炭、あったあったあった。石炭、あれ石炭あった。あった。さあ。さあ、破壊して回るよ。おー、いいねいいねなかなかね、こう、活躍場のなかった。あ、ちょっと破壊したいんだけど。ちょっと。やばい、修理誰かして。修理。あ、やばい。ちょっと待って、ストップさす。修理するロボット。ちょっと、修理、あ、やべ。やべ。修理するロボットたちどこ行った？まあいいや。はいはい。とりあえず建物系をね、こいつで。はいはいはい。いいね。なかなか活躍場のなかった戦車をここで活躍させるというね。はいはいはい。はいはいはい。絶対この辺爆発するだろう。いや、いいね。戦車いいね。こう、ちょっと壊れそうなんだけどな。修理するリペアキットねえや。はいはい。はいはいはい。はいはいはい。戦車も壊れそう。戦車も壊れそう。はい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 。いや、いいねー。あとは、あとどこ壊れてない？めっちゃこれハレだな。貫通性だっけ、私これしてんの。あああ戦車壊れた。戦車壊れた。マジかー。じゃあ地味にまたちょっとスナイパーライフでいくか。あ、いいね、スナイパーライフ強いね。しかも連射性が上がったしね、若干。いいね、いいね。スナイパー、いいな。はーい。ロボットあんだけいたのにどこ行ったんだろう、みんな。ちょっとロボットステーション前にどこにある？あったあったあった。あと、この辺に下に向いてたの、今。あった、これか。これを壊しておこう。あとは、あ、すげえ、このサイロは一発で倒せる。ダンダンダン、ドカーン。あった。あとは、そうだ、ここも破壊しておこうかな。ドン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 。やっぱね、一番自然破壊してる、やっぱね、ここをね。はいはいはい。やっぱ火炎放射取っときゃよかったな。失敗したな。戦車作れるかな、まだ。さすがにないか。もう電気エンジン、エンジンユニットだったよね、必要なの。エンジン、どこだっけ？これか。多分ないね。はい、はい、はい。はい、はい、
はい、いいね。破壊は楽しいですね。さあ君たちを破壊しておこう。なんか強いな、お前強いな。え、ちょっとお前強いぞ。ちょい強いな、お前。なんでこんな強いの。ちょっ強いな。ドーン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 。はい、いや、この辺も壊していこうかな。宝石たちはね、ちょっと持って帰りたいんだけど、まあ仕方ない、壊していこう。ちょっと地味だな。なんか戦車作れねえかな。あとどこだ、あとアーチか、あった。結構範囲って広いな。あとどこだ、あとは、ちょっと取れない。これか。あとはここか。あとあった、あれだ。私の前に立ちはだかるんじゃない。壊してやるぞ。あとはここか。あとはここか。ふう、これでまだか。あとこっちにあったね、なんかあった。よしと、やべ、もうちょっと映してしまう、危ない危ない。あとどこだ、あった。結構もろいな。あとどこだ。うわい、そう、まあもうこんなもんでいいかな。そろそろお時間になったんですけどね、多分。さあ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 、さすがに無に返せなかったな。よし、でもね、だいぶ壊しましたよね。あ、ここら全然だな、これ。ちょっと火炎放射ちょっと取っとくべきだったな。失敗したな。この辺強いな。あとはよし、こんなもんでいいだろう。だいぶ壊しましたよ。こっち壊してなかったの、全然。そういえばロボットたち本当どこ行ったんだろう。壊れないな、お前ら強いな。これだ。おお、オッケー。いやー、ここもね、最初にね
石油を発掘したとこですけどね。そこから全然動かしてないんですけどね。よし、ここらも破壊しておこう。ドン、オッケー。いやー、もうこれでだいぶ壊しましたね。まああとはバイターさんたち食料にしていいから。そもそもバイターって何を食料にしてるんでしょうね。まあそういう設定ないでしょうけど、あとこうなんかね、うちらの工場攻撃してるときなんか食べてるような気もするけど、ガッチャンみたいなあれですかね、鉄くずがお好みなのでしょうかね。さあだいぶ引っかかるものはなくなりましたよ。ということでね、いいお時間となってまいりましてね、ついに100話もね終わりになります。でシーズン3はですね、予定、まあ、言った通り、ちょっと一回別のゲームを挟んでお送りしようかなと思います。でシーズン1の時のねまとめみたいに、ああいうのもシーズン2でも作れたらなぁと思っております。はい、ただねちょっと話数が多いのでなかなか探し出すのが大変なんですけどもね、まあ、需要があればまあ、まとめてなんか面白いとこね抜粋してみたいっていう方もいらっしゃれば、ぜひともコメントで見たいですとか、頑張ってくださいとか、待ってますとか言っていただければね、モチベーションも上がりますんでね。じゃあね、やはりね最終終わらせるためにはロケットをね飛ばさないといけないので、そのロケットをねお見せしようかなと思います。はい、さあじゃあ行きましょう。ロケットの場所、どこだ、ここだ。はい、こちらです。ドゥン、あ、やべ全部できてねやだ、ちょっと待って、な、石炭か、お前たちか、やべ石炭が壊しちゃった。まあじゃあいいです、5個で飛ばしましょう。さあさあ、どれが本物の衛星を積んだロケットでしょうかね。皆さんどれだと思いますか。まあここはないんでこれではないですね。まあ、正直言って変わってないですはい、答えこれですね。はい、じゃあね、それ以外のものを飛ばしていきましょう。発射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 、そして3、2、1、発射、よいしょいけー、さようなら。はーい、ねー、ということでね、シーズン2100話まで皆さんねお付き合いいただきまして誠にありがとうございます。シーズン3も必ずやりますんでね。はい、 0.15 を私もプレイしてみたいんでね。はい、またシーズン3でお会いいたしましょう。そして別のねゲームもぜひとも見てみてください。ホラー以外もやってますんでね、ぜひともお願いいたします。ついでに今日私の誕生日です、16日。はい、なのでちょっとおめでとうもお願いしますね。はい、ということでまたシーズン3でお会いいたしましょう。じゃあねー。